騙し川繁画館、昭和25年1950年。飛行は水辺の生物が好きでした。水のある風景も好みました。昭和20年4月から6年8ヶ月を過ごした疎開先の福光に宗方が愛した川があります。幅は広いところで1軒ほど。4尺から5尺ぐらいの溝といえば溝。 川といえば川の小川と宗方は追想しています。飛び越えるのはちょっと難儀、でも泳ぐほどの水かさはないような田んぼの中の小川です。豆黒川、豆宇郎川、あるいは生津川など、名前があってないようなそんな身近な川でした。この川に河童が住んでいると村人たちから聞いたのはいつ頃のことだったのでしょうか。 宗が描く河童の絵を見ながら村人たちが真顔で「これ写生じゃ」と言いそばにいる人も「そうじゃそうじゃ」と相づちを打つ面白がる思考盛り上がる一座が想像できます近隣の村人を騙しまくった河童殿に敬意を表し宗はその川を「騙し川」と名付けました村方は騙し川の思い出と幻想を何度か文章にしていますが それぞれぞ微妙に異なる部分があります資料の中に一つ作品番号が大きく書き込まれている自筆原稿がありこれもまた微妙に違う軸があるのですが版画制作に関わっていることは確かと思われますので作品とともに2種類の原稿を同時に展示させていただくことにしました。宗方の作り出す絵物語の世界お楽しみいただければ幸いです。